それではどうぞ皆さんおかけください私も失礼いたします何これ, <laughs> 何これという思わずお言葉が出たようですが、まあ、とにかく豪華な、えー、皆さんにお揃いいただきました、えー、では私からいくつか質問をさせていただきます、えー、まずはですねペコさん はい、はいえー、ペコさん、新世代モデルブームの火付け役として同棲中の恋人 r y u チェルさんとともにバラエティ番組などにご出演されています。ファッションではご自身のアパレルブランドペコクラブプロデューサーとしても活躍し原宿にはですねペコガールと呼ばれる女の子が急増中と聞いておりますブログではファッションや自撮りの画像を多く挙げていらっしゃいますそんなペコさんブログで一番こだわっているところというのはどんなところでしょうか。 えっとなんかとにかく絶対え何ですか <laughs> 絶対毎日更新することなんですけど私、中高生の時私、今二十歳で中学生、高校生ぐらいの時からもずっと本当に面倒く,くさがりで何にも続かないんですけどブログだけは本当にその時から今日まで一日も欠かさずかけてきたんですよ。 なので本当に毎日欠かさないで更新してるから見てもらえるのでブログは毎日書くのに本当にこだわってます確かに毎日って素晴らしいですよね楽しみにしてらっしゃる方もたくさんいます、はい、今日ちなみにさっきご紹介したリューチェルさん、はい、いつもセットのイメージ今日お一人なんですが1人だと寂しいとか緊張するとかあるんでしょうかやっぱ寂しいですね。あのーうん あの普通に大好きなんで <laughs> そうだから、あのやっぱ常に一緒にいたいんで普通に離れ離れは寂しいですね、はいお家で待ってます、今。ね、今日のニュースを、はい、帰ったら届けてあげたいですね、はい、楽しみにしてらっしゃると思います。はいはい えー、さて続いてなんですが、まあ、ペコさんあの自撮りの写真もたくさん載せてらっしゃるということで皆さんもね今日お揃いの方で自撮りが大変お上手な方がいらっしゃいますといえばすっぴん自撮りがイケメンすぎるとニュースにもなりましたゴールデンボーマンのダルビッシュ賢治 <laughs> さんが <laughs> <laughs> <laughs>、えー、段だはあの筋トレの様子とか<あ>結構露出度の高いアップが多いと定評があるんですが。そそうですね、まああの,ギリギリの美学 まあ、そこを追求してるんですけど、まあ、あのすっぴんを乗っける理由っていうのはですね。はい、まあ、あの、なんだろう。結構、あの、僕、プライベートで、あの、やっぱ、そういう。お前、イケメンだっていう、なんか、そういう、なんか、情報が、なんか、どんどん大きくなっていっちゃって。プライベートで遊びに行った時に、いちいち、やっぱ、指摘されるんですよね。なんて。ですかイケメンだね。いや。<laughs> そんななことといですとかあといやイケメンだけど意外とふイケメンかとか,なんかそういうなんかやり取りをいちいちやらなきゃいけないんですそれがもう面倒くさくなってきてあのそういうのをなくしていこうと思ってあの皆さんに慣れていただくために少しずつあのあの鼻から上鼻から下を徐々に出していってなんかこうなんか皆さんに免疫をつけてもらおうと思って今徐々にすっぴんを出しています。 上だけだったり下だったりするのは徐々にそうあのこれまた全部一気に出しちゃうともうやっぱファンの皆さんもすぐ飽きちゃうんでここはやっぱちょい出しでちょい出しちょい出しでやっていこうかなと思っていますそういったお考えもちゃんと盛り込まれているんです、ね、そうですねはいわかりましたさあ続いてですねあの写真といえば土屋大吾さんはいあの土屋さんの ご自身のお写真もちろん可愛らしいんですが、はい、あの非常にですね風景の写真がお上手で印象に残りますブログには女優として役に対する熱い思いを綴った文章また風景写真が非常に美しい自然体の土屋太鳳さんが感じることができると非常にあのよく聞きますがありがとうございます、はい、あとロケ先をよくふるさとと呼んでいらっしゃいますよね。こ、はい、こうういいった風景写真を撮る上でのポイントというかこだわり あるるんんじゃないかとお見受けするんですがどうでがもうあの本当に行くロケ地ロケ地本当に素晴らしいそのあの風景が広がっているのでもう自分が感動した気持ちをこうたくさんの方に見ていただきたいと思って載せるんですけどあまりにそのたくさん載せすぎてよく友人からはか紙芝居みたいって言われます。<laughs> かなりあの風景には 相当これ寒い中で撮られたんだろうなとか、はい、すごい景色のものもありますけど、はい、結構頑張ってブログに上げるために撮っっててくださってるんんかこう、うん、やっぱり自分が感じたことを人に伝えるっていう,こうのはすごく大事だなと思っているのであのこれからもたくさんの方に、うん、あのたくさんの気持ちを届けられるように 頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに一番印象に残ったロケ地はふるさとはどちらとかありますか。いっぱいあるんですよね。でもやっぱりそのあの朝ドラのマレで行ったあの石川県の能登というところは本当に素晴らしいところで、あの山も海もあの本当に土地のパワーが強いところでした。 ね、ぜひ皆さんまだ見てない方はご覧になってください本当にお上手なんです、えー、さあ続いてはですね普段はまあそれぞれ歌舞伎役者でいらっしゃる俳優さんタレントとしてえ活躍していらっしゃる皆さんですがその姿からはちょっと想像もつかない意外な姿をブログで皆さん見せてくださっています。まあ、いわゆるイクメンパパぶりママぶりりママ 拝見しておりますがえそんな市川海老蔵さん佐々木健介さん高橋勝則さん後藤真希さんそして織田野宗谷さんにご質問です、まあ、いろいろ皆さん様々なお気持ちでお子さんの写真とか成長記録をアップしてらっしゃると思うんですけれどもまあ、お子さんのどんな姿をブログに残したいと考えてらっしゃるかちょっと一言ずつお願いしますでは高橋勝則さんちびかつくんも有名になっておりますがいかがでしょうあの いや僕はちょうどあの50になってからブログを始めて事務所の勧めと,あと友達の勧めで、はい、まあ親父の独り言みたいなね誰にも聞いてもらってもあの誰も聞いてくれないようなことあの <laughs> 飲み屋でちょっとこう横丁のみ屋で言うようなことをちょっと書いてるんですけどだから、まあ、その非常にこう狭い生活の中で皆さん、すごい華々しいのでですね僕は、まあ、子供とちょっと。 あの時々会った時に僕自身すごく心温まるようなことを子供に言ったりそんな顔を見せてくれたりするわけですねちょっと本当に数時間会わなかったのに数週間会わなかったのにすごく成長してたりとかあそれぐらい会わない時も結構ある、ね、そうですねやっぱりロケであの地方出ちゃうとうあのなかなか帰ってこれないのであのだいぶ知らないことが増えてたりねそういう顔はちょっと残したいなと思ってよく載せたりしますけどね。 じゃあご自身の記録というか記憶のためにもっていいううのも大きいんです、ねはい、そうですすねねそ、うん、あとはあの他の PTA にあ,あんまり怒られないように <laughs> そこそこにしてですね <laughs> <laughs> すどいろいろお気遣いがあるようでございます <laughs> 続いて佐々木健介さ、ね、のう息子たちの写真をこう使ったりはしてますけどでしょう僕にとってはこうかけがえのない時間というか、うん、そういうものですね。 やっぱりもう息子たちも,、ね、もう今、上が高校2年生になりまして、まあ、もうすぐ、ね、親元から巣立って自分の足で歩くようになっていくその、まあ、本当に短い期間かもしれないですけどその時間を親の自分もこう楽しみたいなという思いもあります何かそういうのが伝わってくるブログ本当に温かいブログを拝見しております <laughs> さあ続きまして織田信成様はいかがでしょうか。はい あのまあ、それぞれの子どものイベントを、まあ、日記として写真として残すっていうのはもちろんそうなんですけれどもあの長男がフィギュアスケートを始めてあの少しずつ滑れるようになっているので<ー>そういったフィギュアスケートがうまくなっていく様子っていうのもこの日記に残せたらいいなと思っていますご自身がやっていることをお子さんに教えるとなんでできないんだってなっちゃうって人結構いますけど小田さんはどうですか あのー、幸,い幸いにもというかありがたいことにもうちの長男はも,うものすごく天才でして、はい、とてもセンスがいいのでそういったあの不安や葛藤はありません。<あ>はい、そうですか